角田尚は日本のタレント、モデル、女子プロレスラー。紙テープは紫、黒、赤。2008年12月に月木尚の芸名でミューオフィスからデビュー。2009年6月よりジャモに所属し本名の角田尚で活動。2010年10月よりジャモを離れてレジェンドに所属。その後フリー活動を経て2014年6月の舞台。 インスタント悪魔を最後に女優を引退。引退後は2014年8月の舞台 YR ジャパン、今オブザレッド、2014年12月の舞台チームバズ、バイ、バイレストラン、2015年4月の舞台僕らの罪団、第2版公演、ディスプレイその他、数々の舞台に制作で携わる。2015年4月6日、自身のブログで女優復帰を発表。 2015年5月31日、ビギニングプロモーション、アクトレスガールズビギニングプロローグにて、女子プロレスラーとして、リングに立つ。角田なお2015年6月25日、舞台、流れる雲よ未来より、特攻隊愛を込めてで、女優復帰。2016年2月21日、レッスルマイナス専用、妖怪千葉ドーム大会で、男子団体に、初参戦。 8月28日、日佐と浅見戦で、初勝利。2016年12月27日の、アクトレスガールズでは、宮間理香と組日佐と浅見真瀬優奈組というミストースポ2016、タックと対戦した。2017年1月14日、欠場となった木村花の代役として、プロレスリング ACE に、初参戦。翌日、ビギニングアクト14では、 日佐と浅見秋葉潮り組と対戦。22日、プロレスリングディアナにおいて中野タムとシングルマッチ。8分48秒アルゼンチンバックブリーカーで敗北。2月22日には堀田由美子とシングルマッチを行い8分49秒で激沈した。5月4日にはアイガーと異色の対戦。5月28日にはイガラシノアと組んで、 香川テルコ西里浅見戦を行う。6月4日、CMLL、例ナプレゼンツ、グランフェスタに、初参戦し、河津落としで、いがらのあに勝利。2018年1月8日、全、スポーツパレスで開催された、プロレスリングウェーブがプロデュースする、ヤングを、おに、初参戦。フェアリー日本橋とシングルマッチを行い、 魔法と人法を間違えるが下道クラッチで勝利。2018年4月8日、新規バファーストリング大会にて、本間マタイトのタッグチームを、以下省略。と発表し本格指導。安納沙織&サオリ、万里夏美と対戦。角田尚が、安納沙織の二段式、ジャーマンスープレックスで破れる。2018年6月17日。 アクト31新規バファーストリング大会にて、初参戦のサクラン・ボニータを迎え撃つが、三つの罠で敗戦。2018年9月25日、新たに設立されたアメリカンワイヤーゲージ王者の、初代を決める、アクトレスガールズシングルチャンピオン決定トーナメントに、出場。しかし1回戦で、関口翔に敗退。2018年11月15日、アクターズガール、 Z 初の高楽園ホール大会にて、初めて高楽園ホールでの試合を経験する。本間タイとのタッグチーム、以下省略。で、祭り清水光組と対戦し、本間対が飛びつき腕ひしぎ十字固めで、清水光から勝利。高楽園ホールで勝ち名乗りを受けるのも、初となる。二千十九年一月十四日、ビギニング新規バファーストリング大会で一緒に、 タッグチームとして活動している、ホンマタイトシングルを行い、タエロックで敗北。試合後、左膝の全十字人体断裂の手術を受けるため、長期欠場を発表する。2019年10月2日、ネクストリング株式会社とのスポンサー契約が発表される。2019年11月6日、アクターズガール、Z ク楽園。 ホール大会にて、長期欠場から復帰。対戦カードは、堀田由美子安納沙織 VS、角田奈緒&、本またえ。角田奈緒が、安納沙織のジャーマンスープレックスホールドで敗北。2019年11月23日、横浜ラジアントホール大会にて、アイスリボン初参戦。対戦カードは、ラム会長尾崎妹か VS、角田奈緒ヤッピー。 角田尚が、尾崎妹イモとかのアルゼンチンバスターで敗北。2020年3月12日、東京ネットラジオで、毎月第2木曜日に配信されている、ゲネラールプローベニゲスト出演。次回から番組 MC を担当すると発表された。10月5日、アクト47新規バッファーストリング大会をもって、アクトレスガールズを退団。11月7日、 東京ドームシティホールで開催された東京女子プロレスレッスルプリンセスに来場しリング上で挨拶。11月14日の新キバファーストリング大会からレギュラー参戦することが発表された。2021年4月17日東京女子高楽園ホール大会にて重複雪の持つインターナショナルプリンセス王座に挑戦するも敗北。これが 地震初のタイトル挑戦だった。ありがとうございます。